ギャー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 、ギャンジちゃん、さかなクンです。さかなクンチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回は人に例えたお魚話をさせていただきたいと思いますよ。あなたは海の中の不思議をどれくらいご存知ですか？ちょっと眠れない夜やブレイクタイムに見ていただけたらと思います。ギョギョ、魚の不思議。今回のテーマはビッグボス。ビッグボス様といえば北海道日本ハムファイターズ様の新庄監督様ですね。かっこいい。背番号1番ですよね。なんでも1番っていうのは憧れますね。私さかなクンも今の事務所に1999年から所属させていただいてるんですが、この事務所のビッグボス、いや事務所の、ま、ボスですね、こんな人です。伊藤ボス。はい、実はですね、最初はさかなクンも社長って呼んでたんですね。で、ある時演奏会に聞きに来てくださるということで、あ、社長来てくださった、社長社長って呼んだらですね、もう会場中の人とか周りの人がみんな振り向いちゃったんですね。え、どこにも大社長って、え、どこにそんなすごい社長がいるのって。そしたらですね、もう魚、今日からはボスとお呼びと。あ、ボスですか、わかりましたって。で、その時からボスと呼ぶようになりました。社長と呼ぶのとボスと呼ぶのとそんなに変わらないような気もするんですが、はい。でもボスっていうとですね、やっぱり強い大きな存在っていうイメージですよね。魚の世界ではボスっていうとどんな魚が想像できますか？ボスだからやっぱりジンベエザメちゃん、ボスだからやっぱりでっかいでっかいベラコウナマズちゃん。お魚のビッグボス、どんなお魚が思い浮かぶでしょうか？さかなクンはパッと思い浮かぶのはこんなお魚です。ガオーですね、迫力いっぱいですね。これはクエちゃんです。冬に美味しい超高級魚ですよね。でも海の中ではとっても強い存在です。1メートルをはるかに超える大きさになります。そして大きな口、牙のように鋭い歯を備えています。周りにいる口に入りそうなお魚やイカ、タコ、エビ、カニなどをバクバク食べます。このハタの仲間というのがですね、気が強く縄張り意識が強いお魚でございます。ビッグボスをハタちゃんに例えたのは、実はこんな生態があるんです。暖かい海の中、広い砂地が広がっています。そこにカラフルなサンゴがたくさんある根と呼ばれる場所がありました。根には小さなお魚から大きなお魚さんまでが共に暮らしています。その根に不審なものがにじりにじりとにじり寄ってきました。岩そっくりに化けている鬼だるまおこせちゃんです。小魚や小さな生き物をバクバク食べてしまいます。これに気づいた一匹のソラスズメダイちゃん、あ、不審者発見、不審者発見、みんな危ないのが来たぞ、根のみんなに知らせに行きます。すると、何々、鬼だるまおこせじゃねえか、危ねえぞ、ビッグボス、ビッグボス、大変です、鬼だるまおこせが近づいてきました。何？ビッグボスこと浴衣肌ちゃんが、よし、ここは俺たちみんなで力を合わせて鬼だるまおこせをやっつけるぞ、ブラッギャー、助けてくれ、ゴブッグラー、助けて、ウォッボス、ギャー。最終的には浴衣肌ちゃんが鬼だるまおこせちゃんの横腹に噛みついてブンブン振り回して追い払いましたとさ。ということで、普段はこの大きな浴衣ハタちゃんは周りにいるソラスズメダイちゃんやベラちゃんの仲間など小魚を食べて暮らしています。ところがこのように侵入者がやってくるとまるで指揮を取るように根のお魚をみんな従えて追い払っちゃうんですね。そんなビッグボス的な存在なんですね。この侵入者に対してたくさんのお魚たちが一致団結して追い払うこの行動、これをモビング行動と言います。鳥の世界ではよく知られていた行動なんですね。お魚の世界にもあるんですね。生態系の中でもトップに君臨するハタの仲間たちなんですが、暮らしを脅かす存在が現れるとこのように一番先頭に立って頑張る姿
を見せてくれるんですね。次回、いや今日は海の中のビッグボスなお話をさせていただきました。ビッグボスこと新庄監督様、かっこいいっす。もういつかお目にかかれたら嬉しいです。そしてやっぱりチーム一致団結、とても大切ですよね。私佐川君もこの事務所でおよそ21年間バシャーッとですね、慕ってついてこさせていただきました。これからもついてきますよ、バースですね。まあ、でも今バサバーとか言ってるんですけど、はい。